だいぶ血管が走ってきたかな、下腹部にね。愛しのプロテインたち、久しく飲んでない。ヘイシリ、7月6日まであと何日？それまであと39日です。ついに39日。ありがとうございます、山沢です。今日なんだけど、最近ね、減量中にプロテイン飲んでないんですねって結構驚かれることが多くて、そうだし、プロテインについてと、あとみんなナースケの件知ってるかな、まあ、それちょっと動画の終盤に話そうと思うから、みんな最後まで動画見てね。で、減量中のプロテインって飲んだ方がいい人と飲まなくてもいい人の、まあ2パターン分かれてて、そう、僕はレイズプロテイン作っててね、めちゃくちゃむしろ言いにくいんだけど、もう減量中盤ぐらいからプロテイン飲んでないんですよ。基本的には肉とか魚みたいな固形物からタンパク質を取った方が良くて、なんでかっていうと、お肉みたいな塊の方が DIT っていうんだけど、その塊を消化させたり吸収させたりするのにもエネルギーを使ってくれるのね。プラス一番重要なのが咀嚼をすること、まあ、プロテインに食欲を抑える効果もあるんだけど、まあ、やっぱダイエットにおいて咀嚼の回数が少ないって結構過食につながっちゃうのね。じゃあ減量中でもプロテイン飲んだ方がいい人はどんな人かっていうと、1日2食3食までしか食べれない人、僕の場合1日4食だから、だいたい3、4時間おきにこのタンパク質が体に入ってくるわけですよ、アミノ酸ね。なんだけど一般の人って12時ぐらいにご飯食べたらさ、普通夜7時とか8時に夕食ってなっちゃうじゃないですか。だとしたらやっぱ感覚が空きすぎてて、そういった状態って筋肉に良くないので、減量中は常に筋肉の材料があることで筋肉を守れるんだけど、ちょっと待って、一回食べていい？これ朝ごはんね、うまそう。あ、もう腹減って起きるから我慢できない。うまい。で、あとは1日タンパク質が少ない人、例えば僕1日 800g 肉食べるでしょ、当然体重80キロ、90キロある人は、最低800、もう1日1キロとか食べなきゃいけないのね。で、体重60キロぐらいの人でも、600グラムぐらいのお肉が食べたいから、これってボディービル系の人って普通にやってるけど、一般の人って朝からさ、200グラムの肉食うって、中に食べれない人も結構多いじゃないですか。なので朝昼晩最低でも1食150グラム以上の肉魚が食べれない人は、プロテイン飲んだ方がいい。で、最後に、EAA を飲めない場合、まあ、金銭的な理由とかね。もし自分が家飲めないんだとしたら、絶対に筋トレ1時間前にプロテインか、筋トレ終わった直後にプロテイン飲みます。で、これなんでかって、ここめちゃめちゃ重要で、通常筋トレするときって、3時間前ぐらいまでには食事終わらしておきたいのね。胃に残ってると消化不良になって気持ち悪くなるんですよ。成長ホルモンの分泌とかにも影響出るし。だからある程度胃が空っぽになった状態で、ハードに筋トレをしたい。ってなると僕の場合4時間ぐらい空けるのね。そっから有酸素とかも含め2時間ぐらい筋トレして、で、家帰って食事ってなると、食事と食事の間に筋トレ挟むと6時間ぐらい何も食べれないんですね。この状態ってめちゃくちゃもったいなくて、だから絶対筋トレ中に家と糖質っていう栄養摂取するわけ。だけど家持ってないよとかね、ちょっと予算かけれないなって場合だったら、僕だったら絶対プロテイン伸びますね。というわけでね、食事回数、ライフスタイル、食欲、コスト面、まあこの辺を考えて、プロテインを飲むか飲まないか決まるというね。日暮里に来たよ。今日はね、オープンしたばっかりのフィットプレイス24の日暮里店に行っていきたいと思います。見つけた、パチンコ屋の上だ。めちゃくちゃ広い。ここ都内なのにもう奥行きがめちゃくちゃ広い、やばい。トイレスペースめちゃ綺麗、男性用2つあるし。日暮里店の店長とトレーナーさんです。頼むね。はい、よろしくお願いします。ダンベルエリア広いから間隔がだいぶ空いてる、やりやすい。冷水1リットル今日は足と背中の日なんですよ。だからちょっとセット数少なめ、足9セット、背中9セットぐらいな感じ。これレクスコの新製品、ハックスクワット。バーベルスクワットで腰壊してから結構使ってんだよね。腰に優しいスクワット。日暮里店鏡が多いからさ、やりながら全部見れる。これもだし、目の前鏡。最後のこの持ち出し式有酸素がきついんだけど、20分ね、傾斜10の速度6。フィットプレイスのやつはここに置くだけで充電されんの、めちゃいいから。お弁当を、家帰ってたら遅くなっちゃうんで車で食べます。焼きナス、ちょっと体の倦怠感が強いから脂質増やします。
MCT5g だな。今から3食目4食目分の鶏胸肉を焼くんだけど、マジで酒と片栗粉入れるだけでね、プリップリになるんで、もうこれがないと食べれないレベルで、下味に鶏ガラね。ほんでこれをもみもみして焼きまーす。3食目。てかみんな聞いて、ついに椅子買ったの。僕家に物が増えるの好きじゃないから、今まで買わずに来たんだけど、なんか現状後半でやっぱ立ってんのしんどいから、うん、座りましょう。うん、やばい、こんなん初めてなんだけど、台風やべえ。お腹すいた。さて最後にそのナースケの話なんだけど、まあ、僕の Vlog 見てくれてる人は知ってると思うんだけど、ナースケが山沢さん倒しますってそもそも最初に YouTube 上げてたのね。でその後も結構ナースケからの投稿で、 Twitter とかも山沢さん倒しますっていう投稿が何回かあって、でそれに対して僕が眼中にないってレッスしたの。まあ、ちょっとその真意だけ話しとこうかなと思っていて、で、まずじゃあナースケが、こう対戦相手、フィジーク選手としてどうかっていうと、めちゃめちゃ普通に強敵なのね。毎回絞りめちゃくちゃいいし、コンディションも超合わせてくるし、血管の出方とか異常なんですよ。で、フィジーク自体のそのプロポーションっていう部分で言うと、いわゆるスタイルね、は僕よりずっといいから、そう、普通に強敵。じゃあこれなんで眼中にないかっていうと、ナースケの発言なんですね。ナースケって僕、動画減量期に入ってから僕自身も欠かさず見てるんで、ナースケは最初 FWJ のこれ今回初戦なんで初大会なんだけど、ファーストコールに入りたいって言ってたの。つまりトップ10にまずは入りたいって言ってたのね。それが大会が近づいてきて山沢さんを倒すっていうのに切り替わったんですよ。なんだけど僕ってずっとそのもう今回の大会優勝するって言ってきてるわけさ。でオーバーオールって言って階級が4つあるから4階級全ての中でも優勝するって僕ははっきりと言えるのね。だけどナースケの口からそれをまだ1回も聞いてないですよ。クラス B なんだけどナースケはそこですら優勝するっていう言葉を聞いてない。だからトップ10入りが目標になってるナースケと優勝を目指してる自分で、そもそも目標が違うから眼中にないんですよ。そう。で、ナースケはちょっと前の動画でまだ僕に対してのアンサーをあげてたんだけど、その山沢さんを倒すっていうのは大きな目標をね、口にしないと叶わないと。で、ルフィに例えてたんだけど、ワンピースみたいにさ、ほら海賊王に俺はなるって言うわけじゃないですか、ルフィは。だけど、ナースケって大きいことある、言ってないのね。ルフィのように大きいこと言うんだとしたら、絶対優勝する。そして山沢さんにも勝つ。っていうのが大きな発言じゃないですか。でも優勝するってナースケ言えないのはなんでかっていうと、そこの自信はないと思うんだよね。だからファーストコールに入りたいって言ってるし、で、僕のことを今まで目標にしてきたっていうこともないし、いつか倒したい相手みたいに思って見てたわけじゃなくて、多分今回、あ、山沢さんだったら絞り甘かったりするし、ワンチャン勝てるなぐらいにしか思ってないんですよ、多分。そう、つまりナースケにとって、結構確率が高い安牌な目標を掲げてるって感じてるんだよね。で、僕自身はオーバーオール総合優勝まで狙ってるから、ただもう僕もナースケにこう煽られてめちゃくちゃ良かったなと思ったのが、やっぱりすごいコンディションでも絶対に負けたくないし、めちゃくちゃ減量スイッチがパチーンと入ったんですよ。まあ、やっぱりそうやって言ってくれることには感謝してるし、やっぱ僕とナースケがさ、そうすることで、まあ、盛り上がるっていう事実もあるし、だから僕自身もこれからナースケを対等なライバルとして今回やっぱ勝負していきたいから、一つだけお願いがあるのが、ちゃんとクラス優勝しますって宣言してほしい。それで対等だからね。それが言えないんだったら、ルフィではないね。もっと脇役だね。はい。というわけでちょっとね、ナスケの発言、ちょっとこれから楽しみにしたいなと思うのと、みんなもね、ナスケがこの動画見るかわかんないから、山沢さんがこう言ってたよとか、ナスケがまたこう言ってましたよって、そういうのをね、みんなコメントで教えてください。というわけで、私山沢はもう、B 佐々木クラシック、自分が出場するね、クラス A は、まあ、絶対優勝するし、もうオーバーオール、総合優勝まで取りに行くつもりでいるんで、頑張ります。応援してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。